こんにちは。思春期の子育てアドバイザーの道山向です。本日は大阪小6女児誘拐行方不明事件、こちらについてね、少し解説をしていきたいと思います。まあですね、今世の中でね、すごくテレビで話題になっていると思うんですけど、まあ、大阪のね、小6の女の子が、まあ、誘拐されてしまったと。で、まあ、無事にね、保護されて、まずは本当に良かったです。で、ですね、まあ、こういった事件が起こると、すごくね、親としては不安になりますよね。やっぱうちの子も将来ね、もしこういった誘拐とかされたらどうしようかってすごく不安になると思うんですけど、できる対策っていうものがあるんですね。まあ、こういったものを少し今日はお話ししていこうと思います。で、まず最初に今回の事件の経緯、これだけ最初に簡単にお話ししておくと、まあ、容疑者の方とお子さんはですね、まあ、この被害者のお子さんは、ツイッターで出会ったそうなんですね。で、ツイッターで、まあ、こうやり取りしていって、そこで DM が送られてきて、うちに遊びに来ないかっていう感じで誘われたと。で、まあ、どういう風に誘われたかね、詳しくはちょっとわかんないんですけど、それで、電車を乗り継いでね、大阪から栃木まで行ってしまったと。まあ、こういったような、経緯になります。で、そこで、まあ、結果的に誘拐されてしまったと。で、実はですね、僕の元には、こういう相談ってもう数えきれないぐらい来ているんですね。あんまりこう、実際にね、こう、オープンに出してはいなくて、個別でこうね、アドバイスしたりしているんですけど、どういう相談が来るかっていうと、特にやっぱ女の子から多いですね。中学生の女の子から、例えば、ツイッターで、こういう、なんか年上の人と出会って、なんか会おうって言われるんですけど、どうしたらいいですかとか、あとはなんかね、裸の写真を送れって言ってくるんですけど、これって送らない方がいいですよねとか、そういう相談が本当にたくさん来るんですよ。で、まあ、これがね、結局こういう相談があるってことはどういうことかっていうと、もうこの未遂事件って本当に山ほど起きているんですよね。なのでしっかり対応していかないと必ずね、巻き込まれる可能性がやっぱあるので、ここはちょっと注意していっていただきたいです。で、じゃあどういうふうに巻き込まれないように対策していったらいいのかというと、まず、子供の携帯をチェックする。これは、実は、ほとんど効果がありません。今回のね、被害者の方もね、まあ、ミニコをチェックされてたっていうふうに言ってたと思うんですけど、結局ね、チェックするだけじゃね、わからないんですよ。で、これなんでわかんないのかというと、もうそもそも今のね、スマートフォンって、もうアプリがね、すごく複雑化しているので、子供たちがどのアプリ、例えば最新のね、アプリとか出てきて、それがね、他の人と繋がるアプリだったとしても、それがね、どういうアプリかってわかんないですよね、親としてね。全部把握できるわけじゃないの。のでね、あとはその毎日毎日チェックできるわけでもないので、やっぱりね、携帯をまこまめに親がチェックするっていうのは、正直言ってちょっとね、対応策としては僕は不十分だと思います。じゃあ何ができるかっていうと、もうやるべきことは2つしかありません。で、これ何かというと、1つ目はまず SNS で知り合った人とは絶対に会わないようにしようってことを常に子供に伝え続けることですね。まあ、これは今回の被害者の方もね、されていたっていうふうにね、テレビではやっていたんですけど、同じようにこれしっかりやらないといけないです。で、今日はね、すごくいい機会だと思うんですね。やっぱこういう事件が起きた時っていうのは、子供たちにですね、やっぱこういうことが起きるから、絶対、SNS で出会った人とは、勝手に会ったらダメだよっていうふうに伝えてあげるようにしてください。これは日頃からね、やっぱ伝えていくだけで、やっぱりね、ちょっと子供ってね、やっぱ興味本位で会おうかなって思う時あるんですよ。でもその時にお父さんお母さんがしっかり伝えていると、あ、でもやっぱりお父さんお母さんに言われてたしやめようって気持ちが出てくるんですよね。だから日頃から伝え続けることが大事です。で、もう一つ、これものすごく大事なことなんですけど、愛情バロメーターを上げておくってことです。これね、まあ、僕の YouTube とかね、メルマガとかをね、日頃から読んでくださってる方であればね、まあ、当たり前のことだと思うんですけど、愛情バロメーター、つまりですね、親子関係を良好にしようってことです。結局、愛情バロメーターが低い。つまり、親の愛情が子供にきちんと伝わってない状態を愛情バロメーターが低い状態って言うんですけど、この状態になると、子供はですね、親の言うこと聞こうとしないんですね。だから親がどれだけ、SNS で会った人とね、直接会っちゃダメだよって伝えたとしても、子供はね、言うこと聞かないんです。言うこと聞かないので、結果ね、隠れてこそこそ会ったりとかね、やっぱそういうことが起こってしまうので、もう日頃から愛情バロメーターをしっかり上げておく。これがやっぱりね、根本的な解決策につながるんですね。うん。で、愛情バロメーターの上げ方についてはね、過去にたくさん動画とかも上げておりますので、そちらをしっかり見てですね、お子さんとせめてね、お子さんがどんな、なんかちょっとしたトラブルが起きた時に気軽に相談できる親子関係、これをしっかりね、作っておくっていうのが、こういった誘拐とかね、こういった事件に巻き込まれない一番ね、重要なポイントになるかと思います。